セピアのユーナマの音声をマキバオのオープニング合わせてみるといいじゃん。これなんか前見たやつじゃないの？前に見たやつじゃないの？完成した！なんか俺が、あれなんだっけ？こうしてくれって要望出してたんだっけ？やるじゃねえか。違うな、もっとできるな。それで、この歌をセピアに歌わせよう。これから始まるみたいな感じでさ、一言ずつセピアの声当てて、もっと完成させていこう。今年中までに完成させよう、これは。もっと盛り上がってるとこあったんだよ。あ、今年中に完成したんだ。あの人実況うまいんだよ、すごい。うまいよな。タイムコントラゴンがどんくらいまずは力を発揮してくるか。ガーッとこれは放ってきた。あ、ここ頑張ってくれ。もう魔王までの距離は近い。よし、HP がかかってきた。ただ、ハワードにウェイジがある。まだ氷魔放ってくる。ここ頑張れ、ドラゴン決まった。魔界の110の王がここ一番で力を見せつけた。待って、いってーす。締め決まり。クマカンプツアルファイト4321今日はダービーメゲー足ねーほっぺ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 ー足ねーほっぺ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 ー。なるほど、完成したじゃねえか。完成したじゃねえか、俺の理想郷が。ね、あの冒頭の実況すげえ上手くない？多分あれね、勇者の癖で生意気だ2を見てて、なんかすげえ、上手かったんだ、綺麗に。多分あれ台本とかあの人作ってないから、綺麗になんかさ、あの競馬の実況のように喋ってるところがあって、それ見て、だからあれ編集なし。あれなんか競馬の実況みたいじゃない？競馬の実況。ぜひ皆さん、参照してください。FF9 のムービーの実況もいいぞ。そうなんだ。実況セピア解説中で何か聞かれて、いやなんかね、その二人って絶対未来永劫交わることない二人なんだよな、俺的に。良さがね、生きない。俺多分すげえいじっちゃうからさ、多分嫌な気持ちになっちゃうと思うの。双方ウィンウィンになれないんだよね。俺が一方的に、そのスタイルをけな、いじっちゃうから、それってなんか、誰も得しないんだよな。俺しか得しないっていうか。俺は面白いけどな。気使っちゃうしね。セピア自由にさせとくのが一番面白い。ペガサスなわけ。ペガサス。好きなんだよ。変わらずにいてほしい。セピアって嫌われてないでしょ、別に。セピアカッコつけなければめっちゃ面白いのにね。もう違うよ。カッコつけてるわけじゃないけど、なんかカッコつけてるから面白いんじゃん。あれがさ、英語の発音もさ、普通になっちゃってさ、ピアノのコンサートもしなくなっちゃってさ、公式でもいじられてたら全然面白くねえよ。良さ一つもねえじゃねえか。ちゃんと、そういう、王子様であり続けてるから、面白いのにさ。そう、ナチュラルなキザさが面白いよね。ナチュラルな感じで。お前、コンサートしてんだぞ。実況者なのに、ピアノの演奏で、全国ツアーしてんだぞ。そんなやついねえだろ。ウィリアム王子みたいな感じだ、俺だけ。多分精神は、もう、バッキンガム宮殿にあるだろうな、セピアの。そのうち俺パリとかに、で住み始めると思う俺。パリ郊外から、馬に乗って、マントを着て、やると思うな、俺は。白馬に乗って、セピア月に2回髪切ってるらしい。お前、あれだよ、アイドルじゃねえかよ、それ、リアルの。AKB とかでもお前そんな切ってねえぞ、多分。だってローラが言ってたもん、ローラってあの、モデルのローラがさ、美意識高い人は、芸能人で美意識高い人は、月に2回ぐらい切るよねって言ってたもん。結構、普
通の一般的には月に1回なんだって。でタレントでも美意識高い女で美意識高いモデルクラスの審美眼を持ってるってことでしょ。全然違う。だから他の生きてる次元が違うんだって。他の実況者とかは違うの。全くもってして住む世界が外見かっこいいよ。すげえなんかね、清潔感がある。